から約1年かけて社会復帰できるところがあります。痛みが全部消えたわけじゃないですけど、コルセットつけないまま一人でトイレに行かれるようになった、コルセットつけないまま裸でお風呂に入れるようになりました一人で。これ12年ぶりぐらい、すごい感動します。浴槽に入るまではコルセットつけたまま入って中で外すっていうようになりました、ね。はい、こんな一人の方です。手伝ってもらえば何とか言います。こんなことやったんですけど、これがやらなくてすればいいです。あとデスクワーク程度ですけど、仕事できるようになってお金を稼げるようになったっていうのがまあ32歳です。自分の中ではここでちょっと満足させたんです。24時間誰かに迷惑かけた人生から誰にも迷惑かけなくなったわけですから、満足させたんですけど、原因知ってるわけですよ。でこの原因をいち早く取り除ける治療法の開発できないかなってずっと考えてました。でこれが今から8年前なんです。干渉法という治療法の開発ができました。干渉法という方法は慢性痛を治すために作った治療法です。だから今日ね、実際治していただく腰痛、あと肩こりだとか偏頭痛とか、ね、階段上がる時に膝が痛いとかって関節痛だとか、あと20年前に交通事故してムチ打ちになっちゃって寒くなるだけ痛いとか、ね、古傷が痛むっていう、こういう慢性痛を治すために作った治療法で、8年前にも慢性痛治るような